越えてこれました。同じ悩みを持つママたちへのあのサポート活動を広めます。すごい、はい、緊張しちゃった、はい、素晴らしいよね、はい、ありがとうございます。でね、みきちゃんはね、なんと勝浦といえば伊勢海老の町、そのなんだっけ漁師の嫁、はい、第一次産業のねお嫁さんって今ねすごく嫁不足問題だったり、やっぱりちょっと敬遠されがちな、まあ、分野なんですけれども、今日はねその第一次産業農家の嫁漁師の嫁のお二人で今日はね第一次産業の知られざる実態今日はねちょっと私もね話したいと思います、はい、セキララにね、はい、なのでワロップの、ね、アプリを入れていただきますと、このリアルタイムでコメントを入れていただけますので、農家の嫁と、ね、漁師の嫁に何か、ね、質問がありましたら、バンバンコメントで入れていただけたらと思います、はい、なのでね、なんか緊張してる？はい、なんかあの千葉大会、ミスズジャパン千葉大会、今年もね東金市で開催したんですけれども、そのファイナリストでもあるみきちゃんに、みきこみきですね今日は ね、はい、ねお送りしたいと思います。こんばんは、はい、土井みきこです。本日も千葉県東金市にありますインターネットメディア放送局ヤッサーウェブから生放送でお送りさせていただいてます。で今日はゲストのミセスジャパン千葉大会2020の千葉代表アンバサダーの一柳美希ちゃんに来ていただいてます。よろしくお願いします。でね、リミちゃんコメントありがとうございます。ね、ワロップのアプリを入れていただきますね、本当リアルタイムでね一緒につながることができるのでね、ぜひぜひ。ただね iPhone ユーザーだけなのでね、まあでもそれが理由でね、コメント入れるために iPhone にあの、はい、機種変した子がいるの知ってます？あ、知ってます。私もこれから買います。あ、そうなんだ。 iPhone に。 iPhone じゃなかった、はい、ごめんなさい。いや大丈夫、うん、大丈夫なんだけど、ね、なんかね今千葉大会のメンバーの間で iPhone にねユーザーが機種変なって嬉しいなと思ってるんですが、はい、ね、今日は第一次産業のね嫁仲間として勝浦から来ていただきました一柳美希ちゃんにね、いろいろ今日聞いてみたいなと思うんですけれども、やっぱりね、あれお嫁さんって何年目ですか？あ、17年くらい経ちました。17年、はい、ね、でしょ、うん、なんかそうするともういろんなことがこう変わってきたり、うん、最初はもうみたいなことがいっぱいあったんじゃないかと思うんですけど、うん、ね、で私はね、あのそのね、おばあちゃん、うん、農家の嫁で入り、おばあちゃんね、今はねちょっと他界してしまったんですけど、おばあちゃんがね、そのなんかね、お鍋の蓋の開け方があって、それをねすごい厳しく言われるのだけど、実は未だにその開け方が分かんないのねだけど、なんかみきちゃんもそういうエピソードなんかあります？あ、あります、うん、うちのおばあちゃん一柳美希っていう、ね、おばあちゃんなんですけど面白い運命だね。94歳まで現役でやってたんですけど、現役の漁師の手伝い。あ、すごい。おばあちゃん、え、甘甘じゃないです。でも名物おばあちゃんとして活躍してて、あ、そうなんだ。やっぱ昔ながらなので、うんうん、朝5時に起きて、うん、あの5時冷たいお水で雑巾を絞って、うん、廊下の水拭きをタタタタタッとしないといけないとか。タタタタタって、あの小学校生がこう、はい、お寺のあれみたいな、ちょっと今だ分かんない子もいるよね、はい、こうやってそうやつです。今クイックルワイパーがあるからいいんですけどクイックルワイパーじゃダメ、はい、ダメで、やっぱり雑巾で、雑巾絞り、はい、すごい。冷た水でやって玄関の前にお水をピャッピャッと。でそれ手で巻くの？あ、手でもいいし、そのままこれでもいいんですけど、バケツでもいいんだ。それはあのおばあちゃんに見られなかったので、あのかけ方は何でも大丈夫です。かけてあれば大丈夫です。じゃあそれが朝5時に起きて、みき、はい、ちゃんが嫁お嫁さんになってやってたこと？はい、そうです。すごい。何年やってたの？それは何年だろう、5年ぐらい。すごい。じゃあみきちゃんのお母さんもやってた？あ、そうです。じゃあ一緒に？はい、最初はお母さんがもう朝、うんうんうん、私より多分気を使って早く起きてくれて、え、パタ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 って私の部屋、お母さんに入らないよ、私には分かんないように、ん、パタ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 ってやってくれて、え、何それ、パ
はだきでやってくれて、多分それじゃないと朝はそれじゃないとダメだって言って、こういうなんか、はい、叩き棒みたいな昔の、はたきね、はたきでやってました。すごい、はい、じゃあみきちゃんとお母様、はい、旦那さんのお母様と一緒にその、はい、おばあちゃまの教えを、はいはい、すごい。でも朝船を見送りに行っちゃうので、うんうん、お母さんたちはもういないんですけど、うん、そうなんだ、そのいなくなった時に私がやりなさいっていう、へーすごい。それやっぱりはい承知しましたみたいな感じになったの。はい、そうです。ちょっとなんか今時そういうのちょっと古くないみたいには言えないんですよね。なかなか、あ、こういうもんなんだって受け入れちゃって、へーすごい、すごい、やってました。でもお母様がそれを廃止してくれた。あ、そうです。私はもうそういう思いはしたくないから、うんうん、そんな気にしないでいいからって言って、優しい、はい、すごいね、すごい。やっぱりね、なんかそういうなんて言うんだろう、まあね、嫁ならではの、うん、なんかね、みきちゃんなんか現代っ子じゃない？そのつもりなんですよ。そうだよね。てかそういう子がお嫁さんに行くってやっぱり大変だと思うんだけど、うん、今ねその嫁不足とかもある中でね、そのみきちゃんのお母様みたいに今度はね、もうやらなくていいよって言ってくれる、うん、お母さんすごいよね、はい、ありがたいです。すごい。じゃあみきちゃんもいつの日かあれだよね、はい、息子さんがなんとデビューしたんですよね。あ、そうです、船すごい、すごい大量でした。大量で何釣れたんでしたっけ。金目鯛です。すごいよね、はい、めでたいね、はい、めでたかったです。でなんかもしじゃあ息子さんがお嫁さんできたらどうします、はい、あの雑巾がけ復活します。いや全然いい、いいです、あの、うんうん、ルンバとかで。ルンバ OK、はい、ルンバとかクイックルワイパー OK。 そうです。あ、やプレゼントして、あ、すごい、ね、機械に頼りなさいって言ってあげれるようになりたいです。うん、でもなんかやっぱりそういう風になんかこう、うん、私たちもね、うん、やっぱり大変なこととかもあるから、その中でねこうやってだんだん変わっていくことで第一次産業のね人気のなさとかね、お嫁さんなかなか来ないとか、そういうのがね変わったらいいなと思うし、でね、やっぱりネイルとかしてるとさ、ちょっとダメでしょ、うん、ダメだよね、できるのかって言われちゃうんで。そうだよね、やっぱりね、農家もそう、漁業もそう、うんね、でもやっぱりね、今日は2人ともたまたまネイルしてないけどでもやっぱりね、なんかそのネイルしてるから農作業できないとか、うん、漁業できないとかないよね、うん、はい、全然全然なんか大丈夫ですよね、うん、だからね、なんかそういう意味でなんかほんとミセスジャパン千葉大会に、うん、漁師の嫁が来てくれたの素晴らしいことだと思うんですけどなんかこうどうでした、反響、周り、勝浦はざわざわしました。あ、そうですね、勝浦ざわざわしたはい、みんな、あの、見てくれて、なんかミキがチャレンジした姿を見て、それがパワーになるって言ってくれて、すごい、はい、なんかいろんな、じゃあ私もこれチャレンジするって言って、なんかまあ勉強だったりとか、なんか自分の趣味をもう一個レベルアップさせたりするのに、やるねって言ってくれたので。え、すごい、はい、例えば何を挑戦してくれたんだろう。例えば講師になる、講師になる。それ漁師仲間。あ、違います。あ、でも、まあ、漁業の町仲間でね。そう、すごい、すごい、なんかみんな夢を、うんうんうん、あの語ってくれたので、うん、すごい嬉しかったです。いや、夢を語るってさ、うん、私たちなんかだんだんなくなっちゃうと思うんですけど、うん、やっぱりそういう、ね、機会がその出場した方だけじゃなくって、うん、出場した方の周りにもそれがね、うん、こう広がるってすごい素敵なことだと思うんだけど、まあ、例えば、まあ、漁師の嫁でもありながらも、みきちゃんもね夢を叶えたと思うんですけど、うん、何でしたっけ。セラピストになる夢を叶えました。そう、はい、ね、でなんか本当に勝浦にね、本当に本格的なこうビューティーをお届けする施設がね、うん、できて、そこで働いていらっしゃるんですけどね、すごいと思う。だからなんかこうあえてその勝浦という町で、うん、そういうなんだろう、素晴らしい質と素晴らしい人たちと、うん、そのクオリティのあるその美と健康をお届けするものができたっていうことは、うん、なんか同じ外房エリアとしてすごくね、うん、あのなんか誇りに思うし、そこでお勤めの
美希ちゃんが、こうね、なんだろう、今回東金に来てくれて、東金どうですか、なんかミセスジャパンによってちょっと印象変わりました。あ、はい、どんな、うん、都会だなってすごい思いましたで昔からダンスとかサッカーの大会、大きい大会は東金なので、うんうん、え、どこで、アリーナ、東金文化会館とか、あ、はい、そうなんだ、はい、結構使わせていただいてるので、うんうんはい、大好きな街です、はい、すごい、じゃあ東金さらになんか印象も変わり、はい、よく来てくれるようになりました、はい、さらにね、はい、トッチーが大好きになりました、トッチーが大好き、嬉しい嬉しいですよね、はい、なんかね、こうやってね、またなんか私もね、その勝浦は何だっけ、勝浦のカッピー、カッピーちゃんね、カッピーちゃんと今度コラボしたいななんて思ってるので、はい、ね、柳美希ちゃんなんですが、今ね、ワロップのアプリから兵庫の船長の嫁けいこちゃんからもコメントいただいてみて、ありがとうございます。で、なんかけいこちゃんはあの船長の嫁でね、よくね、海釣り行ってるようなんですけど、ネイルをしたままタコをさばく、素晴らしいですよね。で、あの魚さばけます、さばけないです怖くて、わかる、私もさばけません、あの栗むける、栗は割れます、あ、すごい、私栗もむけませんなんか人参がこう、これでギリギリむけるこれなんか、はいはい、これでね、はい、こんな感じで、でもね、そんな大地産業のね、嫁なんですが、はい、ね、なんかあのどうですか、今回その、まあ、ミセスジャパン千葉大会を出ていただいたことで、うん、そのね、いろんなこうお友達にもこう影響があったというのをさっき聞かせていただいたんですけれども、うん、ご家族とかにもね、なんかいろんな影響をね、みんなあったってすごい聞くんですが、ミキちゃんは何かありましたか。あ、家族には内緒で出たんですけどえ、誰まで内緒、みんなに内緒で、はい、で、うん、うちの両親は、両親、あの、うん、まあ、今は一緒に結ばれてはないんですけど、うん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 、その指輪を持って、うん、あの私が、うん、お父さんとお母さんの子供であることに間違いはないというか、うん、私が存在することで、うん、あの2人は結ばれてたんだよっていう証に、その結婚指輪を使って出たんですけど、うん、はい、その指輪を使ったせいか、うん、うちのお母さんとお父さんが、うんうんうん、ちょうど生放送だったんですか、あのテレビで私を見たって、千葉テレビの、千葉テレビだからミキ本番中にミキ今どこに何してるって言って、そっくりの人が出てるよっていう電話をくれました。すごいね、はい、なので、うんうんうん、あの2人の指輪を使ったので、うんうん、あの多分テレパシーがいったのかなって言って、はい、すごい、あの両親にはちょっと子供が生まれても結婚しても、うんうん、ありがとうは言ってなかったんですけども、うん、あの、そうなの、はい、初めてこの指輪使ったよって言って、あ、今もしてるの、あ、これは違う、また違うこの間も聞いたような気がする、ね、でも、はい、でもすごいよね、はい、ありがとうって両親に伝えることができたのと、うんうん、あとセレモニーホールでやるってみきこさんが言った時に、うんうん、あの体が温かいうちに、うん、あのしっかり伝えるっていうことを教えてもらったので、うんうん、初めて私はそれがなかったら、うん、両親にはありがとうが言えなかったと思うので、すごい、はい、なんで私はここに呼ばれたんだろうっていう意味を、なんか、はい、だからありがとうが言えたのはちょっとミキコさんとミセスジャパンのおかげなので本当に感謝しています。すごいね、もうね、なんかこのエピソードってなんかすごい宝物ですよね、はい、なんかもう聞いててちょっと生放送中になんか泣いちゃうだけど本当になんかこうね、出場してくれたそのね、ファイナリストであるね、みきちゃんだけじゃなくって、うん、その家族にまでそういう風にね、なんか何か言えるようになったりとか、すごいね、いいと思うし、まあね、そういう私も実は世界大会に行くまで家族に言わなかったんですよ言わなかったんですね。だからなんかその言わない気持ちですごいわかるの、なんかわかる、言いたくないよね、なんかね、わかる。でもそれでね、みきちゃんはそれをこう終わって、うん、まあ、言って、うん、え、なって言ってました、その言った後、なんかどんな感じになりました、あ、なんか嬉し
知りたい。そっから、うん、あのなんだろう、なんだろう、なんか、うん、ありがとうが言えたことによって少し素直になれたっていうか、えみきちゃんが、はい、そうなんだ。で私が素直になることによって相手もなんか素直に、まあ仲が悪いとかじゃ全然ないんですけど、うんうん、少し私の中で思ってることがあったので、うんうん、はい、ちょっと冷たくしてたんですけど、冷たくしてた、そんな冷たくしてないんですけど、うんうんうん、ありがとうが言えないってことは私はいつまで言えないんだろうって思ってたので、はい、なんか死ぬ前には言わないって課題にしてたので、うんうん、うん、はい、あのそのタイミングをつかませてもらった。なるほどね。でも本当になんかねすごい嬉しいし、なんかやっぱりそのセレモニーホールでね私もやる意味って、うん、なんかそういうことが一番感じやすい場所じゃないですか、うん、誰かがな、ね、旅、絶対誰もしもが旅立つことが絶対にあるにあたって、うん、やっぱりそういう神聖な場所であるところで、うん、自分もなんかこう、なんかこう姿勢が整うというか、うん、ね、だからなんかやっぱりそういうこう結果こういう風にみきちゃんがね言えてなんか素敵だなって思うし、なんかこれを、まあ、含めてなんだけども、うん、あのみきちゃんにとって、まあ、今回の挑戦、うん、どんなもんでした？もちろんそのね素直になれたっていう、うん、なんかすごいね素直になれた、なんかちょっと泣いちゃう結構まあ素直ではある方なんですけど、素直だよね、はい、そうですね、なんか毎月本を読んでるんですけど、死ぬ前に、はい、うんうん、やっておけばよかったことのリストの中に許せない人がいたことってリストにあって、私はこれは、あ、自分のお母さんだったり、そこか、そこしかまあなかったんですけど、それかなって思ってたんですね。そしたらまあミセスジャパンのお話いただいて、セレモニーホールでやるって言ってくださって、はい、思いました。でなんかあの私のお姉ちゃんがいるんですけど、うんうん、それはもう私が生まれる前に亡くなっていたので、うん、あのお姉ちゃん見ててねっていうあの、うん、エールをもらおうと思って、そこは一番近い場所だなと思ってたんですけど、そしたら振り向いた会場に出て立ってやった瞬間、ライトの奥からあのミキってあの声がして、お姉ちゃんじゃないかなってすごい、あの真ん中にライト大きいの当てた、はい、当てたやつですよね、はい、やだ、ライトの奥からミキ行けってすごい聞こえて、それですごい緊張しちゃったんですけどでもそれでしっかりやろうっていうのはすごい思いました。だから本当にあの場所でやれてすごい良かったです。ちょっと泣いちゃった泣いちゃった。いやでもすっごい覚えてる。それドレスの時じゃないですか。あ、そうです、そうです。そうだよね。私もね、そのミキちゃんがそのセンターでターンする時ですよね、はい、私もあの時ちょっとね、なんかちょっとそう、あ、いい意味だよ、いい意味でゾクゾクってしたの、すごい。あ、でもその瞬間で、そうだよね、はい、お姉ちゃんの声がしたの。なんかすごいね、もう本当にね、その日のためにいろんなポージングとかターンとか練習してきて、でなんかね、それがものすごい良かったんですよ、あの時ありがとうございます。でなんかライトがね、ちょうどね、そこね、はい、センターで当たる、まあ、こう仕組みっていうか、まあ、仕掛けをしてたんだけれども、本当になんか、うん、神々しかったんだけど、うん、そんなエピソードだとずっとそれ初めて聞いた、はい、いやなんかすごい、だから感謝してます。すごいね、ちょっと今の話はちょっと実は本当に初耳いやでもね、なんか素晴らしいね、なんかそういうのをなんかまたなんかこうみきちゃんがシェアしてくれちゃうのが本当に嬉しくって、いやなんかすごい、うん、なんかね、でもきちゃんのお姉ちゃんも嬉しいね。あ、そうですね、多分見ててくれたと思いますねえ、なんかそんなねエピソードもあった、そのねミセスジャパン千葉大会に挑戦してくれたね、千葉県勝浦市から、本当に勝浦のミセスの代表だよね結構来てくれたね、みきちゃんにこういろいろお話を伺ったんですが、ね、残りあの30秒後に CM なんですけれども、 CM の後きちゃんにね一言で言うならばっていうのをね、ちょっとね、毎回毎週ゲストの子になんか学びだったとか、こう挑戦だったとか、あとなんだろう、大
愛と日本をつなぎたいとかいう、そんなにつなぐっていうね、一言っていうのをね、今日ね、今回みきちゃんにね、CM 明けに聞かせていただきたいと思うので、ぜひね、あの CM の後も残りの放送見ていただけたらと思います。では CM になります。こんばんは、ハイドイミキコです。本日も千葉県東金市にありますインターネットメディア放送局ヤッサウェブから残り2分30秒となりましたが、生放送でお送りさせていただいてますね。またね、コメントの方ワロップのアプリ入れていただいて、ジャスミンちゃんとね、ケイコさんもね入れてくれてありがとうございますね。なんかみんなで泣いちゃったみたいなね。で、このね、千葉大会ね、まあ、お互いにこうローカルエリアの者同士こうね出場していただいて、いろんな思いとか感動だったり、多分なんだろう、時々ね辛いこととかもあったと思うんですよね。辛いことあった？はいね、あるよね。そうでね、なんか辛いことって絶対あると思うんだけど、うん、なんか辛いことって生きてるからこそ感じられることじゃないですか、うん、だから本当にね、さっきね、みきちゃんがお姉ちゃんの声が聞こえたっていうのも、なんかやばいまたなんか涙がでお姉ちゃんにありがとうございます。でね、そんなみきちゃん、今回ね毎週聞いてるんですけれども、一言二言で言うならば、どんなこう言葉で伝えたいですか？私は、うん、あの勝浦っていう田舎の地区で、うん、最初は勝浦が大嫌いで、うん、田舎なんてって思ってたんですけども、うんうんうん、でもやっぱり勝浦でも田舎でも綺麗になることはできるので、うんうん、あの女性の皆さんには、うんうん、どこでも綺麗になれるっていうのをあの証明したいなって思ってます。すごい、はい、あとはあの子供がちょっと多動性障害を持ってるんですけど、うんうん、そういうのになんか小さい世界に行って、うんうん、うずくまっちゃって一人で悩むよりかは、うん、もうなんて言うんだろうな、なんか一歩を踏み出して、うんうんうん、あのまあ、おしゃれだってしていいし、うん、ネイルだってやっていいし、うん、はい、あのやりたいこと、うん、あの皆さんやってみてもらいたいなっていうのをすごいエールを送りたいです。あ、すごいね。なんかこのね、やっぱり本当にその勝浦でね、いろんな思いもされてきたと思うんです。いろんなものを乗り越えてきてね、お子さんのことだったりね、嫁業だったり自分の夢だったり、それをね見事にどんどん乗り越えてるね、今日は一柳みきちゃんに来ていただきましたね。嬉しかったじゃんね。ぜひね、今度3月の日本大会に向けて勝浦からぜひ代表して行ってきてくださいではまた、うん、ありがとう。ではまた来週。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。